拉致問題については、一日も早い、拉致被害者全員の帰国の実現のため、あらゆる手段を尽くします。 小林貴之です初見に先立ちこの3年間我が国が直面する困難な課題に向き合ってこられた岸田総裁に対しまして心から敬意を表します当選4回40代自民党では異例のことではありますが私は 日本を世界をリードする国にするそして他国の動向に右往左往しない真に自立した国にするそのビジョンを掲げ今回の総裁選に挑戦をいたしました今回掲げた脱派閥選挙自らの意思で立ち上がってくれた多くの仲間がいます心から感謝します 2009年の政権交代後、在米日本大使館におりました。思ってた以上に日本の存在感が低下をしていた。強い危機間を持って、当時どん底にあった野党自民党から勝負しようと門を叩きました。それ以来私はもう一度日本を世界の真ん中に立たせたい。 その強い思いでこの12年間走ってきましたまだ経験が足りないとも言われますしかし私は経済安全保障政策というこの分野をゼロから切り開き国の重要政策として世界に先駆け,先駆けて作り上げました半導体産業の再生宇宙政策これも先頭に立って牽引してきた自負があります 科学技術担当大臣の時には、学術会議の幹部と向き合って、膝詰めで交渉を重ね、大学における、軍民療養技術の研究の容認、この声明を発出していただいた。大きなインパクトがあったと確信しています。まず、党改革を断行します。政治資金改革の徹底は当然です。そして、 自民党全体を見渡せば、若くても、当選回数が少なくても、能力のある議員、あるいはベテランで、経験が豊富で、人脈の広い議員、幅広い人材が自民党にはいます。私は、本当の意味で、適材適所の人事を断行します。その上で、具体的な政策を示します。 世界をリードする国にするには国力を高める必要があります。国家運営の基本には経済と安全保障、それを支えるイノベーション、そして全ての今回には教育があります。これ,これらをバランスよく高めていくことで世界の真ん中に近づくと考えます。私は中でも経済政策に注力します。まずは地方に活力をもたらします。 新日本創造計画。競争力のある産業の塊を日本各地に作っていきます。半導体だけじゃなくて、航空宇宙産業、データ産業、スマート農業、それぞれの地域の特徴に合わせた核を作ってまいります。そのことで企業や研究機関が集まって、人が集まって、雇用の機会は増えて、そして賃金は上がっていく。国も地方に大胆に投資をしていきます。 そして、中間層ど真ん中の所得向上に向けた政策を進めます。足元の物価高対策、年内に重点的なパッケージを示します。また、中小企業が物価高に負けない賃上げができるように、価格転嫁を徹底していきます。そして、国こそが、まず会より始めよう。介護、保育、あるいは看護といった、 こうした分野において、公定価格の物価スライド、プラスアルファの制度を導入してまいります。もっと働いて稼ぎたい。そんな希望を叶えるために、働き方改革を直ちに点検をし、必要あれば見直します。世代収入の増加に資する年収の壁の解消にも取り組みます。 私は若手の手取りを大幅に増やしたいんです。社会保障未来会議を立ち上げて、高齢化が進んでいく中でも、若年層の社会保険の負担を軽減したい。その第三の道の具体化を急ぎます。電力は暮らしや産業の基盤です。どんな時であっても安定供給、安価な供給を確保する必要がある。再エネに偏りすぎた 現在の計画を年内に見直します。そして安全性を担保した上で原発の再稼働、そしてリプレイス新増設に取り組みます。そして経済安全保障上火力発電を含めバランスの取れた電源構成を作っていきます。エネルギーの派遣が資源の派遣国から技術の派遣国へと移っていく核融合発電の早期実証を目指して 将来的にエネルギーの輸出国への転換を目指します。イノベーション。新たな官民連携の仕組み。日本版コッツ。これを導入して、スタートアップを健全な競争のもとに思いっきり後押ししていきたいと思います。そしてすでに国家間競争が始まっている宇宙開発については、宇宙庁を創設します。 国力の基盤である教育、幼児教育、高等教育の無償化の範囲を拡大し、そして民間企業の奨学金制度も拡充、完全国費留学制度も作っていきます。かっこよくて儲かる農林水産業を目指します。食料安全保障の観点から農地や人を確保し、スマート農林水産業を推進する、そして輸入に頼っている穀物の 品種改良をはじめとする研究開発を大胆に後押ししていきます。経済政策の全般を通じ、経済が財政に優先することを基本とし、力強い経済を作り出すことで税収を増やし、財政や社会保障を安定させていく。次に外交安全保障です。まずは防衛力の強化。自分の国は自分で守るという基本姿勢に立って、国家安保戦略を確実に実行します。 我が国の防衛生産基盤の強化、自衛官の処遇の抜本的な改善、そして能動的サイバー防御の法整備を進めていきます。外交では新たな外交戦略、ブリッジに取り組みます。欧米先進国とグローバルサウスのこの間に価値や利害をめぐる、この対立が芽生える中で、我が国こそがトップ外交で駆け橋をかけて、国際秩序を強化していきます。 また我が国の情報力を抜本的に強化します。新たな情報部局を設置します。そして、対外情報機関の設置を検討します。そして我が国初となる経済安全保障戦略を策定し、他国の動向に右往左往しない日本を作っていく。拉致問題については、一日も早い拉致被害者全員の帰国の実現のため、あらゆる手段を尽くします。 最後に国の形です。憲法改正。政治の要定は危機管理です。緊急事態条項の創設。そして自衛隊の明記。この二つは最大限急いでいく必要があります。これから数年間の私たちの歩みが、数十年後の日本の未来を 大きく左右すするると私は考えているんですだからこそ目の前の話だけではなくて2050年のこの日本を見据えて国家戦略2050を日本の英知を結集して作っていきますこれらの政策を通じて国民が夢と希望を感じられる日本を世界をリードする日本を作ります 他国の動向に右往左往されない真に自立した日本を作ります。そして、世界から信頼され必要とされる日本を作っていきます。志あるもの、ことついになる。確固たる信念と仲間の力があれば、超えられない壁はない。私の信念です。衆参両院の同僚議員の皆さん、 地方議員の皆さん、党員の皆さん、どうか共に活力ある日本の未来を切り開いていこうではありませんか皆さんのご支援を心よりお願いし、私の決意表明とさせていただきます。ありがとうございました。